はじめさんが前動画でスタミナ太郎に来たいと言ってたんで、いいな、スタミナ太郎行ってーな、来ちゃいました。ありがとう、本当にありがとう。マジで来たかったけど、動画にするとなると何していいかわからない。ありがとう。どうする、何する。いや、そうよ、マジでどうする。でもなんか、ああ、あるっぽいっすよ。マジで、ああ、一応あるのは、バイキングって、まあ自分の好きなものを取ってきて食べるのが醍醐味じゃないですか。まあまあそうね、うん、だけど今回は自分が取ってきたものは他の人が食べます。あ、なるほどね、なるほどね。あー、面白いの来たこれ。でもこれ、あれ、誰が誰にあげるかっていうのも、まあこれから決めれるってことでしょ。そうね、じゃないと困るよね。うん、全部はじめさんに配られた時よ。確かにね、俺全員に配りてえ。押し付けられるんだ。そのパターンはない。どうやって決めるのよ。あ、はい、いいの持ってきました。ルーレットのアプリやるんで、1回目の回転で誰が持ってくるかを決めよう。あ、それでみんなで食べるにします。うん、で、いや、で、2回目の回転で誰に渡すかを決める。あ、いいね。あ、それでいこう。で、それだったらさ、ほら、ワンちゃん自分自分できたら自分に持ってこれるって。いや、熱い、天才じゃん。だろ、4分の1よ。さすがはじめ社長。さすがはじめ社長いるぞ。僕です、はじめ社長。じゃあ入ってよ、はじめ社長。頼むよ、チュー。誰回します。じゃあ僕行っちゃっていいですか。行っちゃった。これはこれは、じゃあこれは持ってくる人、持ってくる人です。まず持ってくる人、はい、いきます。はい、移さなくていいのか、いきます。最初の人で大体ほら、なんかどういうゲームかが決まるか。あ、基盤をね、基盤をね、しっかり。これタップでストップするコントラポイント。ずっと何を待ってたの。これで1時間おるとこだ。お、スイさんです、ね、僕が持ってこさせていきます。誰に持ってきてあげるかもね。いや、そうよ、これ誰に持ってくる。俺になる可能性もあるから。じゃあいきますね。はい、はい、いや、もう食べたい、お腹空いてるから。お腹空いた。あ、おー、素晴らしい、いい展開なんじゃない、ね、スタートは食べてほしいものはね。はい、じゃあトイさんお願いします。任せてください、はい、何でも食べます。任せてください、行ってきます。あいつマジ、いきなりデザートとか持ってきたらマジ。あ、早いよ、来た、早いじゃん。いや、トイさんありがとうございます。いえいえ、お腹空いてると思ったんで一発目、はいはい、はじめさんにふさわしいがっついていただきたい。ありがとうございます。いきます。はい、どうぞ。うわぁ、ありがとうな。まずは通るのね。そうだよな。ありがとう、覚悟しときよな。じゃあ最初僕いただきますね、はい、マジか、初手アイスやば。しかも結構あるからね、量。どんどんいきましょう。はい、じゃあどうぞどうぞ。あ、そうね、あ、うまっ。これまだ使ってないから、いきます。あったみたい。誰だ、誰が取ってくるからね、これ、うん、おー、またぞーですよ、僕。はい、またぞーが誰に渡すか。はい、ここ大事だよ。はじめさんだったら、マジで、はじめさんだったらマジお前、待って、危ない、ちょっと待ってくれ。待ってくれ。いや、じゃあもしかしたらもう次はしょっぱいもん食べれるかも。いや、さすがにね、さすがにね。いや、よかった、ありがとう。取ってきます。ありがとう、助かるわ。どういう怪我ですか。いや、もう全然、なんでもなんでも、うん、まあ、まあ、まだ見てみたい。すごい優しいね、でも一応聞いてくれるっていうね。確かに、確かに。いや、行ってきます。こいつは聞いただけのことがあるからね。マジデザート持ってきたら今日はこっち路線か。いや、でもさすがに、はい、あいつはコメント欄気にして、はい、いいの持ってくる。確かに、確かに。お肉ですとか、いいやつぶる。うん、さすがに、さすがにいいやつだ。でもいいやつだから、いいやつだから大丈夫だよ。さすがにね、これちょいすごいぞ。ソフトクリーム3個分ぐらい。結構ほんとそんな見えないと思いますけど。だって見て、行っちゃったか。うわ、まだ寿司あるわ。いいね、本当だね。もうさあ来ました、マタド選手。ありがとう、マタド。はい、では梶さんには、うん、じゃあどうぞ。これマジでやった。大種のありがとうな、マジで嬉しい。4種盛りです。やった、嬉しい。俺さ、食べたかったっすね。一番目つけてた俺。はい、いろんな味があるんで。すごいね、こんないっぱいあるんだね。すごいカラフルで美味しそうですよ。え、もうここアイス屋さんじゃん、もう普通に。いや、ありがとうな、マタド、マジで嬉しい。絶対許さない。じゃあ、お願いします。また俺か、そっか、はい、ちょっと待って、本当に。じゃあ、いきますね、はい、俺じゃあ食べる人、食べるじゃない、持ってくる人、決めます。食べたいよ。食べたい、もうマジで食べたい。俺も食べたいんよ。あ、うわ、マタドが、また持ってきます。いや、でも自分で持ってくれるから。そうです、そうです、好きなもん。いきます、はい、マタドが誰に持ってくるか。
食べたいな。食べたい。黄色。ちょうだい。頼む。ちょうだいちょうだい。いや、これ俺か。あ、終わった。お、だるいよ。普通に。だるい、だるい。いや、これ見た後はマジで嬉しいでしょ。マジで嬉しいでしょ。マジびっくりした。言葉のチョイスがびっくりした。そうだよね。でも行ってくるわ。行ってらっしゃい。大変だね、またつ持ってきてばっかりで。またつ持ってきたやつもいただきますね。はい。よし、じゃあ、いただきます。あ、うまっ。え、なんでいいや。食べる前に言ってたね、今。あ、来たよ。お、来ましたよ。なになになに。ケンスケニャ。お。じゃあ、どうぞ。ぜんざいです。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、行きますね、次。誰が持ってくるか。誰？マックスとゲースを持ってこさせていただきます。持ってきたかったよ。行きます。誰にあげれるかな。欲しいね。バイバイ、一緒に待ってくれ。俺か俺か。うわうわ。ここに来て自分に当たりました。ここまで来る人みんなね焼肉してるよ。いやそうよね。本当に他の客の人。今アイス終わったもん。おお。一個目。来ましたね。あ、来た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 。それが出来ました。え？うん、ケーキだよね、やっぱり。そうだよね。うん、やっぱケーキ食べてと思って、うんうんうん、甘い口になっちゃったんで。これ、もう本当に大丈夫か。次の方。今のところ、ケンスケの俺がスイーツ食べてる動画だから。お前の好きな人たち。スイーツ TV よ、もうほぼ来い。もうだるいわ、もう何回もトリックのだるいわ、もう俺。次行きます。でもこれ、トリックが楽しいお店だから、うん、だるいとかないからね。食べたいよ。食べたいね。いや、またぞー。まあ、さっき持ってきてあげたからね。ああ、お返しね。お返しだ、これ。お返し行ってきます。羨ましい。またぞー、ケンスケ何持ってきたら殺す？一種類の大量だったら殺します。あいつなんでスイーツあんのにスイーツ持ってきたんだろうな。忘れてたんじゃないですか。来たよ。やっぱさすがにもうね、もう甘いもんあんま見飽きたかなと。なんと、海鮮丼です。うわ、これ嬉しいっしょ。俺、海鮮丼ってよかった。握ってある寿司ぶち込んだみたいな。ちゃんとしたご飯だよ。そうだね。一回も使わないで終わるぞ、これ。うわっ、はじめー、きたー。一番渡っちゃいけない。いや、そうよ、これ問題はでも誰に。これは自分であってほしいね。うまアイス持っててくれた。頼むぞ。いや、もう俺じゃなくて誰かに持ってきてあげたい。いいです。一番恐れてる。これでみんな食べれるから。確かに、ありがとうございます。お願いしますよ。よし、楽しみにしてろよな。1回目のさ、アイスの流れを作った。1回目の裏が来るぞ。何来ると思う？いや、なんか一種類大量ケーキ。そう、来ましたよ。うわー、ちょっとマジで一番怖いからね。スケーター持ってきました。ありがとうございます。お腹すぎるそうだったので。めちゃめちゃベコベコ。こちら、唐揚げでございます。嬉しい。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。もう今、うわ、うまそう。お子様がいらっしゃったら泣いて喜びます。この量最高ですよ。そうだよ。ちょっといただきますね。食べな食べな。最高、いただきます。うん、ブーフ。感想早っ。うん、歯に当たるぐらいでジューシーってるの。もうそこからジューシーだった。うん、でも揚げたてだからめっちゃ美味しいと思う。誰に、誰が食べる、持ってくる人か、これ。はい。おお、僕です。じゃあね、お母さん来た。では、僕が届ける人は、この人です。うわー、猫の恩返し始まりました。よろしくお願いします。任せてください。ありがとうなさい。あ、ごめんなさい。やばい、因果応報。え、ちょっと、またのさ、これさ、何回する？回数決めとこう。確かに。あと5回にします。あと5回で。あと5回で。終わった。お、そうです。俺も食べました。お、来ましたよ。じゃあ、どうぞ、ボス。うわぁ、もう、ありがとう、ありがとう。めっちゃ、なんか、いい量だ。でしょ？いいやつだな、お前。いいやつでしょ？いいやつぶってるという。いやいや、作戦があるんですよ。作戦がある？はい。どういうこと？まあ、一旦召し上がってください。ありがとうね、じゃあ、はい、いただきます。はい、うまっ。線がある。早いな。早いよ、なんか訪れが起きてるから、見てる人は。持ってきたい。で、持ってきたい。
うわぁ絶対に俺に当たらないでほしい。自分でもいいわ。松戸が誰に持ってくるか。はい、はい、マジで、はい、マジで頼むぞ。うわっ、うわっ、うわっ、やっと勝ちじゃん、勝ち、やっと行けます。いいなぁ、行ってくる。お、自分の、これ自分のだから、サゾ、サゾ今持ってきたよ、これ美味しいよ、多分。じゃじゃーん、うわぁ、やったわ、とうとうやったね、とうとう来たか、ついに均等の焼肉。これこそだからね、スタミナ太郎、これ食べないと。やって4回、あと4回、いきます。はい、持ってきたい、お願い。あ、めぇ、問題はこれ次よ。いや、ほんとにこの人によっては結構頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。俺の時だけみんなミーノに出してみるの、なんなの。いや、あっちゃー、持ってきすぎたか、これ。またぞーさん、欲張っちゃいましたね。よし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 、じゃあ行ってきます。今行って、お、来た模様です。はい、松戸さん持ってきました、はい。ちょっとあの野菜足りないなと思ったのでポテトサラダ。あどうぞ。優しい、ブロッコリーまで入ってる。彩り彩り、わお、嬉しいです、羨ましいです。はい、さあ5回、はい、あと3回、あと3回、持ってくる人は福井が持ってくると。はい、だマジこれ俺は当たったら死にます。嬉しすぎてね。嬉しすぎて。幸せすぎて。さあ。うわぁ、おめでとう。いいなぁ。ありがとうございます。じゃあ、僕に持ってきます。まあ、唐揚げに合うの持ってくるのが、まあ、そうだね。定石なのかもしれないですね。僕が僕に持ってきたのは、応答です。デザート。いや、バランス。早くも、はい。これがしょっぱいもん。今なんか唐揚げと応答しか食べてない。じゃあ行きますね。ラスト2回。さあ誰が持ってくるのか。唐揚げだ。ケンスケ。よしよし。さあケンスケが持ってくる人は誰だ。嬉しい。ありがとうな。でも美味しく食べてほしい、うん、ちょうどじゃあ食べ終わっちゃったからさ、ちょっとお腹空いちゃったな。どんぐらいお腹空いてます。1から10分10。アニメさんいつぶりなんですか。スタミナ太郎でもね、ケンスケが半年前ぐらいに来た。あ、うん、なんかダイエット中にオートファジーってさ、1日1食しか食べれないの。なんかラーメンとか何々屋さんって行くとそれしか食べれないから、スタミナ太郎来ていろんなの食べようっていう。なるほど、うん、満足度がやっぱ違ったから。俺とかも小学生ぶり。ああ、なんかちっちゃい頃来るよね、結構。ちっちゃい頃はって、なかなかそう、応答を選んでくるとは思ってなかったから、ね、米持ってくると思った。ああ、いや、ちょっともう甘いの欲しくて。甘いの欲しくて。この汁も飲めるじゃないですか。ああ、そうね。来ましたよ。ありがとうな、ケンスケ。お待たせいたしました。カレーです。ああ、ありがとうな、ケンスケ。美しいね。なんかすごい、島みたい。はい、アイランド。嬉しい、すごい。うん、南国感じちゃうな、これ。ちょっと待って、これ厚みすごいよ。すごいな、これ。うわ、嬉しいな。ありがとうございます。召し上がる。ありがとうな、ケンスケ。マジで嬉しい。10って言ったからさ、やっぱ。これはあのルートライスなんか逆とかそういう、間違えちゃう。あ、なんかあの、このお皿じゃあるじゃないですか、うん、平らなお皿が。これルー入れちゃうとルーこぼれちゃうんで、あのご飯でしっかりこう、あ、ダメつくから赤道にしてあげての。なるほど、進撃の巨人みたいだからね。地ならしが。そうですね、起こしてください、これ。じゃこれが最後ラストだ。ラストラストいきます。頼む、俺に止まってくれ。頼む、持ってきたい。来い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 。うわ、いや、うわ、ケンスケか。いきますね。ケンスケが誰に持ってくるか。誰に食べさせれるの、俺。嬉しい、最後語らせてもらえて。どうなの、お腹の好き具合。1から10で言うと9です。マジ9か。甘いのがいいか、しょっぱいのがいいか。甘いの欲しいです。甘いの、うん、はい、喜んで。よいしょ。あいつやるぞ、多分これやるっすよ、最後だし。来たわ、ラスト来たよ。
やはり、はい、原点にしてちょっと、はい、見ていいですか。よろしくお願いします。召し上がれ。あ、よろしくお願いします。幸せじゃん。もう、もうアイスとシュークリーム。シュークリーム、うわ、もうカラフルで嬉しい。すごいじゃん。もうありがとうございます。これ喜ぶでしょう。喜ぶよ。すごいずっしり、美味しそう。いただきます。うん、甘い。いい店だな。いい店だ。すごい楽しませてくれる。だって一人は焼肉食べて、一、うん、人は唐揚げとデザート食べて、俺はカレーライス山盛り食べて。先生もう終わりか。うん。食べれるの。なんもないよ。最高にアディショナル。アディショナルタイム。ブルーロック。先生がどうしてもっていうのでアディショナルタイム行きます。はい。全然食べれてないからね。確かにね。誰だ。まずは取ってくる人。俺頼む。俺来い。取ってきたな。お、やった。うわ。ど真ん中だ。ちょっと。はい。ああ、任せてください。任せてください。いいよ。誰が取りに、誰が食べれるのか。うん、あとお腹どれぐらいすぎてるの。でもこれ食べて8ぐらい。8か、あと2余ってる感じ。うん、ちょっと取ってくれば。喉も渇いてますしね。あ、喉渇いてる。はい。持ってきてくれたよ。何かな。喉渇きました。喉渇いてたということでカレーライス。あ、カレーですね。カレー持ってきました。ほら、なんかケンスケの持ってきた海鮮丼さ、結構下は白米だったから、うん、これでいい感じに。あ、で喉も渇いてるので、カレーもここ飲めるっていう。カレーの飲み物。すごいな、一石二三鳥ぐらい来てる。いや、うん、かなり後取れてる、またどこで。あ、でも全然その、ルー足りなくなったら、ね、確かにね。確かにね、ここら辺とかね。俺も食べたい、普通にもう。いや、ルールよ。どうしても原作が食べたいって言うんだったら、最後にまたまたゾーンにお願いするしかない。ああ。最後の人がルーレット。なるほどね。ああ、はいはいはい、権利が。でも、大変なことになるんですよ。俺一回当たる分にはまあ耐えれるかもしれないですけど、まあ、またぞしですね。まあ、またぞしだよね。続けるか、終わるか。そうだね。でも原作が食べたいには、うん、2回目で原作が当たんなきゃってことだ。そう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 。でも4分の1好きな人の欄を増やしたら、あ、確かにね、ケンスケになる確率は上がるから。はい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 、はい、なるほどね。一回目に今まで通り、そう、今まで通りの4人でルーレットして、で2回目のルーレット、誰が食べれるかのルーレットに好きな人に持ってこれるよっていうのを追加してあげます。ほう。だから最初に選ばれた、持ってこれる人は持ってきたら、もう誰でもいい、自分にでもいいし誰かにでもいいので。お腹いっぱい。アディショナルタイム、まずやるんですね。まあ、まだ満足してない人がいる。優しい。優しいよ。さすが。ではアディショナルタイム。ストップ。さあ、まずは誰が持ってこれるのか。ケンスケです。次よ、重要。いや、そうです。まず本当に僕が王だ。いきます、レッツゴー。え、ってことは、ケンスケが好きな人に持ってこれるってこと。おお。何が食べたいかだけ一応聞きたいか。もし食べるのってあれば。あ、みんなに。はい。お肉食べてないよ。あ、俺は肉食べたいね。というわ。僕も肉で。うん。松尾さんは。俺は。分かった。あ、でも、キックピーがないってことは俺のは持ってこないわ。松尾の選択肢は、さすがに今日王者だから、松尾。もう、テキューマンシューター。お、お。やっぱり、みんなで食べたいね。おお、すごい肉持ってきたじゃん。みんなで食べようという。これ、これを、うん、これを、これを誰に。トゥン、トゥントゥントゥン、え、グルメグルメ。まあ、みんなで食べよう、ね、みんなで食べる。ね、食べましょう、うん、まだ時間あるもんね。そうだね。時間制限は来るまでは楽しまない。ああ、それがやりたい放題の醍醐味だもんね。やりたい放題じゃないね。あ、食べ放題か、ごめんごめん。マタゾン、俺が持ってきたマタゾンのカレー、私利私欲に使っててごめんな。いきます。アディショナルタイム、もう一回いきます。どれ、好きな人。あ、それは、はい、これ持ってくる人だよ。うん、これ持ってくる人。
うわ問題はね、誰かですよ。じゃあ誰に持ってこれるのか。本当に結構やばい。おお、好きな人ですか。タジミさんもお腹10ですか。僕今14 10マックスの。ケンスケは俺もまあ10だとしたらもう8ぐらいか。今結構いってるの。人いってるな。デザートが結構あデザート確かに。でまたゾウは18。最初の5回の制限は何だったんだ。持ってきましたよ。誰にではこれはハジエさん。え、俺の汗見える。結構僕あのですね、汗かいてくってるんだよね。あれで、いや全然いいよ、全然ありがとう、ありがとう。あ、いいよ。ドーン。わーお、見事な。覚えてますか、先ほど渡したのラストですね、本当にラストです。本当にラストです、ボスで終わりましょう、うん、じゃあ行きますね、はい、誰が持ってくるか。スタート。はい、ただ俺来い来い。あ、もう一回か。あ、もう一回だ。行きます。あれで、すごいどんだけ好きなの。行きます。これ俺のところでストップ押せばいいんじゃない。あ、まずいまずい、やばい、やばいやばいやばい、まずやばい。アジェさんで食べる。はい。おお、あー、よかったじゃん。ケンスケ一番食べれてないから。いや、そう、心配だった俺も。あ、優しい。じゃあ最後持ってきます。よかったじゃん。嬉しいな、なんか気になるな。なんか希望ある。この中にないもん上いるな。あー、確かに。オッケー、よかったじゃん、食べれて最後。いや、嬉しいっすね。これでみんな平等というか、うん、みんな食べれたら満足で。たこ焼き、やば。たこ焼き食ってから焼き食ったら俺たこ焼き食ってるから。でもね、ケンスケ言うてもお腹いっぱいつってたんで、そこも考慮しました。で、かつここにないもの、スタミナ太郎、こんなものあります。ナポリタン。あー、嬉しい。ちょうど炭水化物がなかった。あ、よかった。でもあるんですよ。ありがとう。お皿、なみなみに継がせていただきました。なんかさ、いいところのレストランとかのさ、ショーケースに入ってる食品サンプルみたいな。うわ、すごい綺麗な盛り方してやるね。盛るのうまいね。本気出して。完食でございます。全部食べたね。はい、食べました。みんなどうだよ、お腹のあの感じは。いや、もう最高。ちょうどいい。ちょうどいいです。いい、うん、みんなちょっと腹8分くらいということで、はい、またぜひ来ましょう。満足しました、ね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。